いや、viviendo fuera de Japón. 毎日午前中は陶器をやって、午後は絵を描いてます。で、月曜日と水曜日には自分の家の絵を描くと場所で、3人のアメリカ人1人、メキシコ人2人の女性の人に墨絵を。Sí, nada más en la ciudad de México es uno, de Nagasaki. México creo que hay nada más dos. Una persona que vive en Guadalajara es sobreviviente de Hiroshima. Yo soy de Nagasaki. De Nagasaki nada más es única. Soy único. Hasta ahora hemos tres ほど自分の体験を話してるんですけどね、ちょうど10年前にテクデ・モンテレレイっていう大学、工業大学の有名な工業大学がモンテレレイにあって、それの分校がケレタロ市にあるんですね。でそこから話があって、そこで話をしたんですけどね。でその時にはもうちょうどね、学生たちにものすごく興味があって、そのすごく講演が終わった後質問を受けたんですけどね、被爆者の一人としてそれを実際に目にして、自分の体でそういうものを受けたものとして、確かに後の世代にも残していかないといけないものだと思うんですよ。というのは今現在核のいわゆる恐怖というのはどん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 増えていくばっかりですよね。例えば友達の間でもちょっとでもいいからね、その話はするんですけども、本当にその話を真剣に聞く人っていうのは少ないですね。しかしその被爆に遭った一人として恐怖っていうのはそんなに簡単には拭いきれないものなんですよね。私が感じる恐怖だとか心配事っていうのは全く別のことだとしか思ってくれないですね。だから難しいですね。とにかくその話を後の人たちに伝えていくっていうのは。Para mí, pues yo creo que cualquier expresión humana de sensibilidad y creatividad, pues es válida, ¿no? Y puede apreciarse desde diferentes puntos de vista, no nada más desde el punto de vista de la plástica, que su obra es muy agradable, muy, muy agradable a la vista, y transmite una ternura y una tranquilidad de espíritu que se ve que él posee. 最近は少し描かなくなったんですけども、昔はずっと花だけを描いてたんです。それは僕のいわゆる子供の時のその原爆の体験の中で、いわゆる原爆が終わってその焼け野原になったところに、春になって花が一面に咲き始めたんですね。でその印象が僕には未だに残ってるんです。まあ自然っていうかな、それがもう僕の絵のテーマなんですね。私はね、被爆者として、その美術家として、その悲劇を直接に描くんじゃなくて、いわゆる私がその悲劇のあと野原が一面に花に埋めつけられたそのイメージ、いかに残酷な目にあっても自然というのは人間に恵みを与えてくれる、その平和さだとか、その静かさだとか、そういうものをそのアピールすることによって、いかにその原爆というような、その戦争というような悲劇がどんなにつまらないものかっていうのを私としては伝えていきたいんですね。二度とそういうことが起こらないように、平和というものが大切かということを見てほしいんですね。絵を通じて感じてほしいんです。それを人に分かってもらえるのが私はもうとても幸せだと思います。